アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体。そういえばここにもあったな。なんでこんな場所に。ここのやつらはなんでアンドロイドのギターを集めてたんだ。あの遊園地のやつはなんとなく理由分かったけどさ、あの兵器にするためと服の飾り付けみたいにするためでしょ集めてたの。このやつらはなんでギターを集めてたの。多数の機械生命体反応を確認。おう。でもこのアンドロイドの死体は一体ね、なんでまだアダムとイブも生まれてないよな。このタイミングだと生まれる。アダムとイブもなー、なんでこれ生まれたんだろう。機械生命体たちが産んだっていうのはわかるけど、違う、こいつ機械生命体です。あれかな、ここでさ、その子作りのさ真似事してたじゃん、機械生命体が。なんかだからそれが関係してる。なんか団地っていう、要はそういう家族が住む場所だから、なんかそれに関係して生まれたみたいな、ないですかねどうですかね、2B 姉さん、ナイエルのこの推理。とりあえず倒すか。あ、てか、アダムって名前出てる。あれ、1周目だと名前出てなかったよな。こいつアダムだったのか。イブじゃなくて。これ倒しきれんじゃない？無理か。さすがにここで倒して終わりとか、ないよな。おお、刺した！あれ ?1 周目で姉さんから刺してなかった。あれ、俺の記憶違いかな。まあいいや。倒した。で、これがアダムで、なんかアダムの体を突き破ってイブが生まれたんだよな。この後にこの、あ、これね、このさ体から出てくんのってやっぱあれ、その聖書のさ、あのイブがさアダムの肋骨から生まれたっていう、それのオマージュなんですかね。オマージュっていうか、まあアダムとイブっつってるから多分もろそれなんだろうけど、でもだったらさ、なんで男なんだろうな、イブ。女の人でもよかったよね。まあいいやあんまりね考えすぎても、まあもう後々理由出てくるのかもしれないけど、なるほどね。でここでアダムとイブが生まれたということですわ。多分さ、あのアダムとイブってめちゃくちゃ人間になりたがってたじゃん。だから機械生命体たちが、機械生命体たち自身が人間になろうとして生み出したのがアダムとイブなんじゃないかね。そんな感じするな、まあ、とりあえずここから脱出しよう。お、通信入った。オペレーターより 9S。 あ、210さん、こちら 9S、 名前覚えましたよ。ちょ、敵来てる。次なんだっけ、次遊園地じゃなかった。地上に向かっている夜ハ部隊の数機が連絡を絶った。司令官、現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと。ああ、やっぱりな、次遊園地だったな。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中の夜ハ部隊員には本件の調査を命ず。了解です。いや、あの遊園地の歌姫ロボもね、なんかすげえ意味深な感じだったよな。目標地点の情報をセットしました。お、他のアンドロイドの人たちが心配ですね。とりあえず行きますか。じゃあ次は遊園地に、この上ね、登りましょう。なんかムービー入った。お、こちら随行支援ユニットポッド042。ポッドだ。操作主権は 2B にセットされている。あ、 2B のポッド。こちら随行支援ユニットポッド153、操作主権は 9S にセットされている。ああ、ナインズのポッド。え、なにこれ戦闘データの交換。いや、漫才でもすんのか。なにこれ、戦闘データの交換。効率化のために諸データの交換を随時行うこと。ほうほう。承認。効率化のために諸データの交換を随時行う。諸データの交換。え、なにこれ。あ、もうええわ。ありがとうございました。なんか新しいムービー入った。何？なんかの伏線なんだろうな、でも。あ、なんかちょこちょこ追加ムービー入るな。2周目。よし、じゃあ遊園地行くか。ほう、ナインズのポットとトゥービネーさんのポットがデータの交換をすると、定期的に。そういうことね。お、ああ、またムービーだ。よく入るな。見つけました。はい。え、なにこれ。それを機械は宝物と呼んでいました。ほう。宝物の形は宝物の形はみんな違いました。あ、前回のとつながってる。これその神様から心をもらったみたいな話だったと思うけど、あれだからその感情のことじゃない。そのそれぞれ宝物が違うっていうの異様な雰囲気ですね。でここの遊園地にいる機械生命体はその楽しいっていう感情を宝物にしてるやつらが集まってるみたいな。それないですかね、姉さん。あ、で森の国のやつらなんかすげえ怒ってたじゃん。なんかそれもなんか別の感情を大事にしてるみたいな。そういうのないかな。おー、なんだこいつ。え、おしゃれしてる。夢見るロボ。あら、こんにちは。こんにちは。こんなやついたんだ。あ、そんだけよし、着いたぞ。いや、ここのボスマジイミシンオブイミシンだったよな。イミシンジョン・レノンだったよな。それイマジンね。さあ行きますか、姉さん。笑ってもいいんですよ、面白いと思ったならね。着いた。さあこいつもな。いやでも明らかにこいつは感情、最初の感情を持った機械生命体っていうか、なんか自我がはっきりしてる感じがあったよな。まあ、パスカルと一緒でネットワークから切断された機械生命体なんだろうけど、歌ってる。いや歌うもんだって、ロボットなのに。ロボットが歌うのはもうそんな映画だったらエンディング。ボーヴォワール、あ、そんな名前だったの。記録にありません。いやなんか哲学者好きだな。哲学者の名前ついてるやつすげえ多くね。パスカルとかサルトルとか。うわ、危ねえ。まあでも全員さ、パスカルもサルトルもボーヴォワールもなんかすごい自我がはっきりしてる感じはあるよね。なんかそれで自分に名前をつけるぐらいなんか発達してるってことなのかも、知能が。入っていった。でこの後になんだっけ、あの擬態の、おお、あ、ハッキングか。あれ、あ、ナインズでもハッキングされんのこれ。ちょっと待ってよ、姉さんだけだと思った、ハッキングされてんの。これではい、壊し。あっ、ボーヴォワール。てかこれ左のやつさ、サルトルじゃないあれ。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。ちょっと待って、知り合いだったのボーヴォワールと。姉さん、いや姉さんも心配だけど、今ものすごい映像見えたぞ。いやナインズ何も思わないの、お前。ナインズしてんじゃないの。ああ、そういう、それでか。美しくなるっつってたのサルトルのためなの。あいつそんな重要人物だったの、サルトル。マジか。とりあえずこいつはなんとかしよう。これはブラックボックス信号が確認されています。すげえ、何これ、兵器に改造されてるんだ。2周目めちゃくちゃ大事じゃん。よし、こいつで最後ハッキング。逆ハッキングを仕掛けます。ああ、逆ハッキング。ああ、ハッキングできるようになるわけね。さっきまでできなかったもんな。よしよしよし。ああ、敵が多い。待てよ、だが俺は移動中のこの方向転換を覚えたぞ。よしこの操作を、いてこの操作を、危ねで、微調整。よし、倒した。はっあ、自分でやったのそれ。はあ、なるほど、それでね。いやちょっと待って、そういうことか。いやでもサルトルだろ相手、実らなかったんじゃないかこれは。てか絶対実ってないよな、サルトルだって普通にあの村にいたもんな。わー、それでおかしくなったのかな、ボーヴォワール。いやー、じゃあ危ね危ね、ててててて、ちょっと待って待って、ハッキング、とりあえずハッキング。いやー、終わらせてやった。早く楽にしてやった方がいいのか、これは。もう暴走しちゃってるんだもんな。あー、くそ、間違えた、ミスった。うお、よし、オッケー。これでとどめではやった。おっと、あー、ボーヴォワール、いや、なんて悲しい。あ、ねえ、私を見て。綺麗になった私だけを見てて。なにこれ。この服はどうかな。服ね。この仕草は可愛いと思ってもらえるかな。好きだという感情が何なのかは今でもわからない。だけれど、あの人の気持ちを引きつけるためだったらどんな努力だってする。うん、そう決めた。いやー、昔年老いた機械生命体から美しいものが愛を勝ち取るという話を聞いた。なるほど。美しいとは何だろう。私たち機械生命体の知見にはそうした概念はない。そこで人類が残した過去の資料を調べてみると、どうも装飾をしたり肌をきれいにしたりすることで美しいが強化されるらしい。はあ、まあそうね。私はあの人のために美しいになる。東の方で貴重な宝石があると聞いた。それはとても険しい山にある宝石だった。宝石、何度も崖から滑り落ちながらようやく手にした宝石。キラリキラリと青く輝く石。この石を手に入れるために体のパーツのいくつかが動かなくなってしまった。めっちゃ頑張ってるじゃん。でもこの傷は勲章だ。めちゃめちゃいい子じゃないですか。最近他の機械生命体たちの間でこんな噂が流れている。アンドロイドの体を食えば永遠の美が得られる。はあ、バカバカしい。アンドロイドを食うと美しくなるというのは非理論的だ。だが私はそれを実行した。ほんの少しでも可能性があるのならどんなことだって成し遂げてみせる。だから集めてたんだ、アンドロイドの死体を。吐きそうになりながら食べたアンドロイドの味は腐った油のような味がした。毎日毎日美しくなるように、魅力的になるように努力した。してるなぁ。だが彼は私に振り向いてくれない。いや、サルトル、歌というものが相手の気持ちを引きつけるという話を聞いてからは毎日歌の練習をしている。だが彼は私に振り向いてくれない。アンドロイドのみならず同胞の機械生命体まで食べてみた。え、だが彼は私に振り向いてくれない。いやでもこれサルトルが悪いわけじゃないもんな。振り向いてくれない、振り向いてくれない、振り向いてくれない、振り向いてくれない。わー、おかしくなってんじゃん。振り向いてくれない。彼は私に振り向いてくれない。いや、ボーヴォワールだけに対してじゃないけどな、あいつ。やがて私は気づく。あの人の気持ちを手に入れることなどできないのだ。彼は高価な宝石も貴重な装飾も美しい体も何一つ興味がない。私は何のためにこんな姿になってしまったのだろう。いやー、無意味だ。無意味だ、無意味だ。鏡に映る自らの姿の無意味さに絶叫する。それでおかしくなったのね。誰か私を認めて。うおー、最後の絵は理想というか妄想だったんだな。ボーヴォワールのサルトルが自分に手を差し伸べるっていう。助けてくれてありがとう。姉さん、ハッキングのことですか？僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いや、じゃないんぞお前。いや、お前見てたんじゃないの今の映像。すげえケロッとしてんな。アンドロイドたちを助けないと。アンドロイドね。いや、機械生命体もまあでも姉さんわかんねえからな。でもこいつらもダメだったよな。回路が全部焼き切れてます。だよな。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう。いや、ちょっとこれは、いや、サルトルにちゃんと話を聞く必要がある。サルトルのクエストさ、すげえ中途半端に終わらしちゃってたんだよね、1周目。あれちゃんとクリアしよう。今からカスパルの村だったじゃん確か。この後ちょっとサルトルのクエストやろうぜ。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。それね、言ってましたね姉さん。宇宙から来てるはずなのに。なんか謎なんだよなそれは。いろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね、宇宙人の考えることは。あ、あれムービーこのタイミングですごい半端なところで入ったな。ナインズまだ喋り終わってなかったけど、今。なんだ心か。白いぞ。なあ。お兄ちゃん。アダムとイブ。なんか履いてる。なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ。あ、やっぱそれ下着なんだ。人間は股間を隠して生きていたそうだ。いや、まあそうね。股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。いや、正規がついてたからな、お前らと違って。イブ、分かったよ。ああ、人間の真似でね。なんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ。リンゴ。俺たち機械生命体はこんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。それも人間の真似だろう。これを食べることで知性を得ることができたらしい。あ、知恵の実ね。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。めっちゃ姉ちゃんが言うのなら食べるよ。めちゃめちゃ従順じゃんイブ。これが終わったら一緒に遊んでくれる？わあわあ。じゃあ頑張って食べるよ。イブこんなやつだったのか。なるほどね。まあそりゃあ兄ちゃん死んだら切れるわな。はあ、なるほど。だから最初ズボンだけ履いて出てきたんだなあいつら。そういうことか。股間を隠さないといけないからな人間は。なるほどね。ガテンがいったわ。なんで服着てたの。全員が白旗。来たパスカルの村。サルトル出せおい。サルトル。いや絶対サルトルだよな、あの記憶の中のロボットは。いやこいつでもさ、いやこんな感じで、いや全然なんか、いやでもクエスト全部終わらせたらなんかあんのかな、イベントあんのかな、ボーボワールについて。とりあえずやってみよう。おい化粧ロボ。ああやっと来た。サルトルさんからのお返事はなんて。いやないよそんな。手紙渡したけど。それが返事をする義務はないとだけ。そうね。さすがサルトルさんのそういうクールなところ最高。いやいいんだそれで。最高なんだ。いやないんだなちょっと引いてんじゃん。でこれであとあれだよな、砂漠と遊園地にもファンがいるって言ってたよな。そいつらに会いに行くのかな、そういう感じっぽいなこれ。どこだファンいんの。オペレーター210より 9S 210さん、定期連絡を行います。はいお願いします。 9S に重要事項の連絡があります。あれ道間違えた。何でしょう。初めて整備部から9S の飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとの。勝手に改造、そんな漫画あったけど。衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方ない。おい有能かよ。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください殴っていいんだ。え、殴るの推奨しちゃったよあの人。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。なあ、いや210さんいいな、俺好きだなああいう人いやああいう人にさめちゃくちゃ甘えまくって困らせたりしたいよな我ながらキモいことを言ってると思ったので、言葉の尻をめちゃくちゃ上げてみましたなんとかごまかせたかな。とこの反対側にいるっぽいな。あ、もしかしてあれか、さっき見たな、なんかツインテールみたいになってる。あ、こいつか、こいつか、サルトルファン。なるほど、サルトルファンはなんかお化粧してんだな、こんな感じで。すいません、パスカル村にいるサルトルってロボットを知ってる？いや、絶対知ってるだろう。サルトル様はとてもミステリアスで不思議な人ですわ。サルトル様、それにとてもクールですね。すごいな、村の外にもファンがいるってすげえな。ミステリアス、クール、いや、まあそれはなんとなくわかるけど、そんなあの人にぴったりのプレゼントを用意しましたね。あ、プレゼントあるんだ。どうか届けてくださいね。いや、別にいいけど。砂漠のあの女には恋路を邪魔させない。わあ、砂漠のファンにもすごいな、めちゃめちゃ広範囲に分布してんだな、ファンが。じゃあこれを届けたらいい、サルトルに。ちょっと先にその砂漠のファンにも会いに行ってみたいな。あれ、なんかいるぞ、上。こんなやつさっきいたっけ？お、はじめまして、博士ロボ。ふむ、この私が天才発明家であると知って声をかけたのですかな。いや、まあ、天才なのかは知らないけど、博士ロボって出てたから。ああ、そうでしょう、そうでしょうとも。それ、メガネの絵を描いてんのか、顔に。我が名は天に轟き、地に響く、唯一無二の大天才ですからね。初めて聞いたけどね。そんな私に声をかけたあなたはお目が高い。あなたが私に投資してくれ。出た、どんな発明品も思うがままです。投資系のイベントか。まあ別にいいよ、お金割と余ってるし。うん。何してくれんの？おお、ありがたき幸せ、強越至極にございます。難しい言葉知ってんな。ここだけの話、一定量投資していただければ見返りも。いや、くれないと困るわ、投資してんだから。していかほど投資していただけるのでしょうか。いや、もう2万ぐらいいくよ。じゃあ10何万持ってたはずだぞ。2万いく。ありがとうございます。知者不感とはまさにこのこと。難しい4文字熟語を使うのか。今後ともよろしくお願い申し上げます。なんかくれよ。は ?2 日?2 日経ったんだけど、いきなり新たな発明品ですよ。さあ見てください。軽率に時間経ったな、いきなり。おー、すげえすげえ。あ、素材。あ、めっちゃくれる。でもなんか、しょぼくね？いや、発明品っていうか、その辺で拾えるやつじゃん。でもなんかすごい。なんかでもめっちゃもらってる。ありがとう。残念ながら今回の発明で資金が枯渇してしまいました。あ、そうなんだ。新たな投資を、これなんか目標金額ある感じ？じゃあちょっと何回かやってみるか、これ。新たな発明品ですよ。さあ見てください。ありがとね。また資金が足りなくなってしまいました。今回の発明は厄介です。いや、いつまで払うんだよ、これ。どうでしょう、ここで思い切って。10万ゴールド。いや、ちょっと待て。いや、今までも10万ぐらい使ったって、もうすでに。いや、ちょ待て、お前調子乗んな。残念ですな。この私一世一代の発明になるやもしれませんのに。いや、何作るのかちょっと気になるけど、後になってあの時投資しておけばよかったなどと思わぬことですな。いや、俺ら以外に投資するやついんのかよ、お前。いや、ちょっと待って。てか、そもそも10万いや、ないわ。5万しかないわ、今。お金ないんずだわ。うぜえ。お金補充してくるから、待ってろ。こっち？こんなとこに。おー、めっちゃいる。あれ、襲ってこない。奥様ロボ。よそ者。奥様。お元気？ここ暑そうだわね。大丈夫？お肌の乾燥とか気をつけてね。全員奥様なんだけど。外から来たのか。いや、奥様っていう割に結構口調が荒々しいですのね。この人か。ちょ、待って。恋する。待って。滑んな、ないんぞ、お前。楽しいのはわかる。やめろ。滑りながら話しかけちゃって。恋するロボ。眼帯つけてる。綾波レイか。あなたたちサルトル様の村からいらしたのね。よくわかったな。私にはわかる。匂いでわかる。匂い？嗅覚あんの？ロボット。なんか怖いな。すごいな。執念が他のロボと違う感じするわ。あの人は探求心旺盛で情熱的で素敵な人。私の憧れよ。あれが？いや、あれがとか言うね。あなた見る目がないわね。男に騙されそうなタイプ。いや、ちょっとわかるけど。2B 姉さん結構ピュアなとこありそうだけど。そうだ、サルトル様が興味を示しそうなものを見つけたの。持っていって。ああ、こいつもか。2B、機械の化石。なんか喋ってるないんだよ。どうしたん？何？美化されてますよね。サルトルさん。美化。かなりね。いや、わかんねえ。でもそれも含めて魅力なんじゃないの？美化されてんのかな？でもこいつらにはそう映ってるんだから別にいいんじゃない？美化とかじゃないよ。宝箱ある。これハッキング。よし。コンプリート。アーカイブを入手しました。え、なにこれ？え、なんか珍しいの手に入れたぞ。アーカイブなんて初めて手に入れた。え、読めんの？アイテム。あ、待って。間違えた。こっちか。あ、アーカイブ。ほう。旧世界の情報。ある。砂漠の団地自治会開放の記録。団地だより5月号。何これ。もうすぐ梅雨の季節です。梅雨になってしまうと布団を干すことが難しくなります。6月に入る前に押し入れにしまってあるお布団を一度虫干ししておきませんか。カビやダニなんかの防止にもなりますよ。いや、マジでこれ、滅ぶ前のやつじゃん。最近ゴミ捨てルールを守らない人が増えています。みんなの共有施設ですので、生ゴミは月曜日、それ以外のゴミは残ります。耳が痛えな、この布団を干すっていうくだりは。いや、布団干すのめんどくさくないですかねえ、2B 姉さん。2B 姉さん、布団とか干してます？いや、ちゃんと干してそうっすね、姉さん。なんかその辺ちゃんとしてそうだな。ナインズ干してんの？ナインズも干してそうだな。お前優秀っつってるもんな。その辺も優秀なんだろうな。9L だけだわ。その辺だらしねえの。なんか落ち込んだわ。あれ、いけないんだ。あれなんでパスカル村行けないんだ直接。おお、私に投資する気になりましたか。なーに、たったの10万ゴールドほどですよ。あげるよ、じゃあ。本当によろしいのですか。いや、たったのって言ったじゃないか、今も。とうとう来た。この天才がついに一世一代の発明に取り掛かる時が来たのだ。お、何作んのマジ。よーし、やるよ。お、また。やりますよ、私は。楽しそうだな、こいつ。すげえ充実してる。1週間経った。めちゃくちゃ、もう2週間ぐらい経ったな。ようやく完成した私の一世一代の発明品。おう、何作ったのになるはずだったのですが。おい失敗。いや、もう失敗落ちかなって思ったけど。あれは月に向かうロケット、あ、発射、え、何どれ月に向かう、あれなんとか、マジか。あんなん作ったの。宇宙まで達したものの、残念ながら月には到着しませんでした。え、あれ1週間でその代わりに火星に到着してしまったのですが。いやいや、すげえじゃん。十分すげえじゃん。ああ、悔しい。この天才初めての挫折です。あ、月じゃなくて火星に行ったから失敗っつってんの。いや、火星の方がすごくね。だって火星の方が遠いよね。マジで天才だったんだ、この人。よければ火星の探査艇から持ち帰った資材をお売りいたしますよ。なんか、持ち帰ってるし、火星から。え、うわ、なにこれ。エイリアンのマスク。え、2万ゴールド。え、買う。え、これつけれんの？つけれるやつ？今後ともよろしく。あ、はい、お願いします。え、すげえ。まさかのオチだ。あ、これ。あ、装備できる。うわーじゃあ、ガチのエイリアンじゃん。え、死んでたやつじゃん。うわー。ちょっと遠いけど、遠くて見づらいけど。あ、エイリアンはじゃあ火星から来たんだな。なるほど。なんでそんでこんなほのぼの BGM が流れてるんだ。結構衝撃的なオチだったけどな。まあいいや。それよりサルトルだ。サルトル、お前にプレゼントがあるぞ。2人のロボットからのプレゼントがさ。いや、まあでも大体予想つくけどなーなんていうか。おい、サルトルちょっといい？頭めっちゃエイリアンだ。過ぎ去る時間とはつまり失われた時間なのだな。何言ってんの。それは怠惰でひたすら無気力な。いや、こいつそれっぽいこと言ってるだけで大したこと言ってないんじゃないのか。実はサルトル宛てのプレゼントを預かってるんだけど。ふん、それなら聞こう。いや、聞くんかい。これですね。うん、ふむ、なるほど。なんだっけ。それを渡した女性型ロボットはあなたのことをミステリアスでクールだと言っていた。いや、まあ確かにミステリアスでクールではあるよね。ふーん、単なるガラスだね。ガラス以外の何者でもない。つまりこれはこれをくれた女性に対して何か一言は。おう、なんかある？ないね。何もない。単なるガラスだしね。いや、そうだよな。こういうやつだよな。はあ。こういうとこはモテんのかな。行こう、9S。ちょ、2B 姉さんもうんざりしてる。あともう一つプレゼント預かってきて。そうね、二つあるよ。ふむ、それなら聞こう。いや、こいつ、プレゼントに食いつくのは何なんだ、これ。この化石か。ふむ、なるほど。化石ね。それを渡した女性型ロボットは、あなたのことを探求心旺盛で情熱的だと言っていた。2B 姉さんよく覚えてるな。機械の化石か。何の役にも立たないな。いや、でしょうね。って言うでしょうね。これをくれた女性に対して何か一言求めるなはないんですよ。ないね、何もない。役に立たないガラクタだしね。ガラクタって。いや、ボーヴォワールもこんな感じで振られたんだろうな。サルトルはプレゼントにまるで見向きもしませんでしたね。いや、お前いつかマジで刺されるぞ、サルトル。返事は待ってるかもしれませんし、一応ファンの機械生命体たちに伝えておきますか。ああ、伝えに行くんだ、サルトルの反応。いや、まあでも逆に素敵ってなんじゃね。こんにちは。サルトル様にプレゼントを渡してくださったのね。渡したよ。なんだっけ、ガラス玉か。それで返事は？いや、単なるガラスだって言ってたよ。うん、言ってた。まあ、なんという物事の真理をついたお言葉。真理ついてるか。見たまま言っただけじゃん。一生ついていきます、サルトル様。はあ、一生ね。恋は盲目と言いますけど、まあ、恋ってかファン心理みたいな感じなのかな。まあ、似たようなもんか。こんにちは。ねえ、サルトル様、私のプレゼントについて何か言ってた？いや、ガラクタって言ってたけどな、化石は。その、役に立たないガラクタだって言ってたよ。ありのまま伝えるね、ナインズ。なんというサディスティックなプレイ。いや、別にプレイはしてないと思うけど。ゾクゾクしちゃう。こいつはマゾヒストなのか。なるほど。終わったよ。マジか。これで終わりか。でなんだか疲れましたね。疲れてるナインズが。人のことを考えない男で、相手は勝手に幻想を押し付けて盲信する。この関係に一体どんな意味があるんでしょうか。それ客観的に見たらそうだけど。マジサルトルに聞くの？いや、聞いても意味なくないっすか。聞きに行けってこと？それ。おーい、サルトル。あれサルトルはどこに行ったんだろう。チン刺されたあいつ。どうしたん？すいません。あんたたちか。サルトルどうしたの？壊された。サルトルだったらもうここにはいないよ。なんで？旅に出たんだ。はあ？旅？なんで急に？なんでも自分を探しに行くんだとか。なんだよ、あいつ。あんたたちへの手紙。手紙くれたの？やった。サルトルの置き手紙。なんかいろいろくれた。終わった。マジか、これで終わりか。男と女っていうのはこんな不思議な関係だったんでしょうか。いや、そんなことねえわ。だいぶこじれてる方だわ、これは。我々が争うことに意味は。サルトルの話もしなくなった。サルトルの言う通りです。そんなこと言ってたんだ、サルトル。待って、サルトルの手紙はあった。サルトルの置き手紙。サルトルが残した手紙、中にはこう書かれている。この世界の真理を知るたびに出る。ガラクタは処分しておいてる。こんだけ？これで終わり？ちょ、待って。ボーヴォワールはね、ボーヴォワールのことはあいつマジで忘れてんのかな、サルトル。ボーヴォワールのこと。うわ。いや、そうか。そうだわ。結構こういう胸くそなことやるんだわ。このゲームマジか。